突然だが霊夢、保険ってどう思う？肝心な時に支払いを渋るイメージ。ということで今回はこちら。コスモス。主人公の水森には特殊な能力があった。それは人が嘘をつくと、匂いでわかるというものだった。その能力ゆえに人と深く付き合わず、波風を立てない生活を送っていた。そんなある日、クラスメイトの相沢が、数日間学校に来なくなってしまう。相沢の彼女に頼まれ家に行くと、やばい人たちがいたので、通り過ぎることにした。その後音が鳴り響いたと思ったら、謎の女子高生が現れる。この出会いが、水森の人生を変える、といった始まりだ。やばい人たちはどうしたの？普通に帰ったらしいぞ。それはさておき、侵入する女子高生。すると部屋が荒れてたわけだ。相沢死んじゃってるじゃん。いやこれは抜け殻だ。は？どういうこと？相沢はデデド成人であり、金の返済が遅れてるから、こいつは取り立てに来たというわけなんだ。突然の宇宙人。ところが驚くことに、嘘の匂いが全くしなかったんだ。つまり相沢は本当に宇宙人だったわけだ。そしてこの女の仕事も判明する。宇宙人相手の保険屋である。その保険屋こそ、コスモスだったんだ。コスモスの仕事はただ一つ、異星の通貨を持ち込ませない。このルールを破ったり、悪用する異星人を取り締まったり、本当に困ってる異星人には、保険金をあげたりしてるんだ。当然悪い奴らは武力行使してくる。相沢も襲ってくる。エグすぎて草。そして制圧した後に能力がバレたことで、コスモスにスカウトされるんだ。能力が調査に向いてるもんね。で、いろいろな調査をするんだが、悪党ならまだ処理しやすいんだけど、中にはやむを得ない事情で、どうしようもなくなってしまう人も多いんだ。その時には水森は無力感に苛まれてしまう。あまたの経験を経て成長する、ヒューマンドラマな作品となってるぜ。頑張ってほしい。今回はここまで。簡単な感想は動画説明欄に書いとくぜ。それではまた次回の動画で、お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。